人生でした恐怖体験って何かありますか。うん、恐怖体験はい。まあそうだなあ。あのー、まあ昔原付で帰原付き乗ってた時があって、はい、雪の日だったんですけど、はい、でまああのその甲州街道を閉じ走んでて甲州街道の左側を走ってたんですよ原付でそしたらそのなんか まあトラックが前の方に駐車してあって、あトラックだと思ってバーって行ったら、急に目の前にこの鉄の鉄鉄の何ですかパーツっていうんですか、はい、それがこういわ二台に乗って出てたんですよ。はい。それがバーって行ってここでクッと避けてこ,こ,こ,こうやって避けていったというのはありましたね。うんうん。あの時は本当に死ぬかと思いましたね。<laughs> 危ないっすね。危なかったです本当に本当に本当にこのくらいの 感じでしたね本当に。それ見てなんかマトリックス作ったっつってました。マ、は、ト、い、<誰か S 1> <laughs> あの <laughs> キャメロ,ロンか。わかんないですけど。はい